新宿区役所発行声の広報令和4年2022年9月25日発行第2404号声の広報をお聞きの皆様いかがお過ごしですか今回の広報は60分テープ2巻組ですはじめに目次をご紹介しますテープ第1巻 A 面1文化の秋を彩るミュージアム散歩2大新宿区祭り 3、新宿フィールドミュージアム、クリアソン新宿 VS 鈴鹿ポイントゲッターズ、テープ第1巻 B 面、4、新型コロナ、オミクロン株対応、ワクチン接種情報 COVID-19、インフルエンザ予防接種、5、年に一度の無料、特定健康審査を受けましょう、国民健康保険料の納付は、 便利な口座振り替えをご利用ください。6. 緩和ケアは早い時期から。保健衛生のコーナー。7. 平和派遣報告会。子供教育のコーナー。8.CO2 排出量削減に取り組む事業者を支援。暮らしのコーナー。テープ第2巻 A 面。9. 介護ワンストップサービス導入。 軽労会の抽選結果を発送します。福祉のコーナー。10、マッサージサービス、区内在住の60歳以上対象。11、シルバー人材センターパソコン教室、支える薬役王子の講座。12、傍聴できる審議会のコーナー。新宿区公式ホームページのトップページが新しくなります。施設のコーナー。 詐欺被害防止一言アドバイステープ第2巻 B 面13子育てファミリー世帯向け民間賃貸住宅の家賃を助成します快適なマンションライフのためにナンバ、no. ー3 3 1 4ワーク・ライフ・バランスセミナー全世代向けの多彩なイベント区民保養施設の利用申し込み箱根筒子荘グリーンヒル八ヶ岳 15、人材募集のコーナー、区関連観光所情報。16、令和4年第3回区議会定例会提出議案。新宿区長選挙。17、区民の広場。9月の新宿区の人口。以上の順にお伝えします。講座、催しなどの申し込みで、記入例の通り記入し、とご案内する場合、ハガキやファクスの記入例とは、 次の事項を言います1、口座催し・模様指名2、郵便番号・住所3、振り仮名を振った指名4、電話番号以上のほか、往復はがきと指定がある場合、返信用にも申し込む方の住所・指名を忘れずにお書きください。詳しいことは各担当まで、宛先は各記事の申し込み先です。費用を特にご案内しない場合は、原則として無料です。 電子メールは懸命に講座催し名をご記入ください。新型コロナの状況によりイベント等は中止変更する場合がありますまた施設の利用イベント等の参加にあたってはマスクの着用事前の検温等各所の新型コロナ感染防止対策にご協力ください最新の情報は新宿区ホームページ等でご確認ください新宿区役所のホームページアドレスは https://www.city.shinjuku.lg.jp/. <ッ>です区のサービス手続き施設案内は新宿コールをご利用ください。電話は3209-9999番ファクスは3209-9900番です。なお市外局番03を省略しています。土曜日日曜日・日日 夜間もご案内しています。時間は午前8時から午後10時まで。新宿区公式ツイッター、フェイスブックもご利用ください。災害関連情報や区政情報を即時に発信します。アカウント名は新宿区区政情報課。区公式ツイッターは shinjuku アンダーバー info IN。区公式フェイスブックは shinju.info K U です区長のメッセージ写真日誌活動記録を新宿区ホームページ区長の部屋でご紹介していますカセットテープ版声の広報をご利用の方はお聞きになりましたテープをなるべく早めにご返送くださいますようお願いいたしますデイジー版および CD 版をお聞きの方は 変装の必要はありませんので、お手元に置いてご活用ください。声の広報の内容に関するお問い合わせは、区政情報課電話3209-1111番へどうぞ。それでは最後までお聞きください。1文化の秋を彩るミュージアム散歩。区内の文化施設にぜひおいでください。 区内には様々な特徴を持った博物館等の文化施設が数多くあります。街の散策が心地よくなる季節に各施設をめぐって文化の秋をお楽しみください。問い合わせ文化観光課文化資源係第1文庁舎6階電話52734126ファクス32091500区立博物館記念館デジタルスタンプラリーを開催中 A から E の5施設。A、林文子記念館、中井2の20の1。B、佐伯雄三アトリエ記念館、中落合2の4の21。C、中村つアトリエ記念館、下落合3の5の7。D、漱石参謀記念館、早稲田南町7。E、新宿歴史博物館、四谷三栄町12の16。 それぞれの施設の外観や内部の写真と二次元コードがあります。新宿区×文豪とアルケミストデジタルスタンプラリー10月30日まで開催イベント夏目漱石など国にゆかりのある文化人と同盟のキャラクターが登場するゲーム文豪とアルケミストとタイアップしたスタンプラリーです。A から E の施設で二次元コードをスマートフォンで読み込むと スタンプを獲得できます。各施設には同ゲームのキャラクター、イラストや等身大パネル等を展示しているほか、スタンプを集めた方にはオリジナルグッズを先着でプレゼントします。参加方法等詳しくは新宿区ホームページでご案内しています。二次元コードがあります。ブラウザゲームの文豪とアルケミスト、キャラクター9人、夏目漱石を中心に並んだイラストがあります。 区以外の文化施設、29件。1、新宿ミニ博物館、目白学園遺跡、中落合4の31の1。2、新宿ミニ博物館、染の里、双葉園、上落合2の3の6。3、新宿ミニ博物館、つまみかんざし博物館、高田のばば4の23の28、ヒルズ石田401。4、高麗博物館、 大久保1-12-1株式会社韓国広場本社ビル7階5中村屋サロン美術館新宿3-26-136損保美術館西新宿1-26-17平和記念展示資料館西新宿2-6-1新宿住友ビル33階8新宿ミニ博物館12層熊野神社の文化財 西新宿2-11-29東京オペラシティアートギャラリー西新宿3-20-210新宿ミニ博物館内藤新宿大宗寺の文化財新宿2-9-21統計博物館若松町19-12新宿ミニ博物館木組博物館西早稲田2-3-26ホール83階13 新宿ミニ博物館、東京、染物語博物館、西早稲田三の六の十四。十四、早稲田大学、坪内博士記念演劇博物館、西早稲田一の六の一、早稲田大学五号館。十五、早稲田大学、藍津八一記念博物館、西早稲田一の六の一、早稲田大学二号館。十六、草間弥生美術館、弁天町百七。 17、東京理科大学近代科学資料館、神楽坂一の3。18、東京理科大学数学体験館、神楽坂一の3。19、市ヶ谷の森、本と活字館、市ヶ谷加賀町、一の一の一20、帝国データバンク資料館、四谷本塩町14、14の3。21、釣り文化資料館、藍住町18、18の7。 22、東京おもちゃ美術館、四ツ谷4-20、四ツ谷広場内。23、消防博物館、四ツ谷3-10。24、四堺谷大地記念、東京芸術大学、美術藍住館、藍住町2-5。25、新宿ミニ博物館、菅神社、36家川維、菅町5。26、新宿御苑、内藤町11。 27. 佐藤美術館大協調31-10。28. 聖徳記念絵画館霞ヶ丘町1-1。29. 日本オリンピックミュージアム霞ヶ丘町4-2。ジャパンスポーツオリンピックスクエア1階2階。一部の施設で入館の予約等が必要な場合があります。開館状況、施設利用案内等は、 各施設ホームページでご確認ください。全29施設の二次元コードがあります。温子地新宿散歩をご活用ください。温子地新の後にびっくりマークがあります。新宿文化観光資源案内サイト、温子地新宿散歩、https コロンスラッシュスラッシュ bunka kanko- annai.city.shinjuku.lg.jp スラッシュでは、今後を掲載の各施設のほか、区内の多彩な文化財等の概要や見どころを紹介しています。詳しくは、新宿区ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。新宿区文化観光資源案内サイト、温古新宿散歩ページの イメージ画像があります。また、新宿区全体の地図があり、区立博物館記念館 A から E と、区立以外の文化施設1から29、それぞれの施設の位置が記されています。以上、秋の文化を彩るミュージアム散歩でした。2、大新宿区祭り第41回、楽しさ満開。3件3年ぶりに開催する今回は、 各商店街や町会の秋祭りをめぐるデジタルラリーや新宿駅周辺で開催する新宿町フェスを実施します。まず、大新宿区祭りデジタルラリー10月1日から31日開催。商店街や町会等が実施する地域の秋祭りをめぐるデジタルラリーを開催します。デジタルラリー参加会場でスタンプを集めた方にはグッズをプレゼントします。 景品参加賞の交換は10月1日土曜から11月30日水曜に新宿観光案内所新宿3-37-2で行います。参加方法10月1日土曜から大新宿区祭りデジタルラリーホームページ https コロンスラッシュスラッシュ webcp.jp スラッシュ dai s h i n j u k u 配分 m a t u r i スラッシュ二次元コードがあります。で、ユーザー登録の上ご参加ください。スタンプを2つ集めると、写真が2枚あります。キャプション。1枚目、アザリー手ぬぐい、寒天パパ、R マーク、ギフトセットを抽選で50名にプレゼント。2枚目、クリアソン新宿、R マークの缶バッジを先着2000名にプレゼント。 写真終わり。詳しくはホームページをご覧ください。二次元コードがあります。問い合わせ。大新宿区祭り実行委員会事務局第一文庁舎6階文化観光課文化観光係内電話52734069ファクス32091500次新宿町フェス2022新宿謎解きウォーククロスリアリティ謎解き 謎解きをしながら新宿駅周辺で街歩きを楽しめます。昨年好評を博した謎解きも復刻版として再登場します。10月15日土曜から新宿観光案内所など新宿駅周辺の施設等で配布する謎解き冊子を手に入れてお楽しみください。達成数に応じて新宿ゆかりの品物を抽選でプレゼントします。詳しくは新宿観光振興協会ホームページ https://www.kanko-shinjuku.jp スラッシュ二次元コードがあります。でご案内しています。なお、所要時間は各2時間から3時間程度です。期間、10月15日土曜から12月25日日曜まで。詳しくはホームページをご覧ください。二次元コードがあります。 問い合わせ。新宿マチフェス実行委員会事務局。新宿観光振興協会内。電話33443160。ファクス33443190。次。大新宿区祭り。地域の秋祭り。区内各地域の特色ある秋のイベントをお楽しみください。表。行事名28件。日時。会場。デジタルラリーの有無。主催問い合わせの順に読みます。 新宿歴史博物館特別展、新宿の弥生時代、教科書の弥生時代と比べてみると、12月4日日曜まで、休館日は9月26日、10月11日、24日、11月14日、28日、10月11日火曜以外はいずれも月曜、午前9時30分から午後5時30分、入館は午後5時まで、新宿歴史博物館、四谷三栄町12-16、16 デジタルラリーあり、10月の開館日、新宿未来創造財団、学芸家、電話、3359-2131。早稲田カツオフェスタ、10月23日日曜まで、各商店の営業時間中、9月25日の試食会は、午前11時30分から午後3時。早稲田グランド商店会、各店舗、9月25日の試食会は、 早稲田グランド商店会内の飲食店3店舗を予定。西早稲田1丁目から3丁目。デジタルラリーあり。10月1日土曜から23日日曜。早稲田グランド商店会。問い合わせ。大新宿区まつり実行委員会事務局。電話52734069。障害学習フェスティバル。絵画展。9月28日水曜から10月2日日曜。午前10時から午後5時。 最終日は午後2時まで。新宿文化センター、新宿6-14-1。デジタルラリーなし。富山障害学習館祭り。10月1日土曜と2日日曜。午前10時から午後4時。富山障害学習館、富山2-11-101。デジタルラリーなし。以上2件。いずれも主催問い合わせは。新宿未来創造財団文化学習課。電話3350-1141。 青空フェスタ。十月二日日曜。午後零時三十分から六時。かぐ坂六丁目商店街。かぐ坂六丁目。デジタルラリーなし。かぐ坂商店街振興組合。電話三二六零四三五三薬王寺商工祭り。十月二日日曜。午前十時から午後四時。薬王寺商店街内。市ヶ谷薬王寺町。六十一から七十四番地の全面道路。デジタルラリーあり。 薬王寺商工会。問い合わせ。大新宿区祭り実行委員会事務局。電話52734069。第39回。歌舞伎町祭り。10月2日日曜午後2時から7時。歌舞伎町シネシティ広場。歌舞伎町1-20先。デジタルラリーなし。歌舞伎町商店街振興組合。電話32099291。新宿。 オペレッタ劇場2910月2日日曜午後4時開園午後3時30分会場新宿文化センター新宿6-14-1デジタルラリーなし新宿未来創造財団文化学習課電話3350-1141四谷大好き祭り20 202210月8日土曜午後1時から5時と10月9日日曜午前11時から午後5時 コモレ四ツ谷四ツ谷1-6デジタルラリーあり四ツ谷地区商店会連合会電話3 3 5 3 9 0 0零漱石参謀記念館開館5周年記念特別展夏目漱石と芥川龍之介10月8日土曜から11月27日日曜休館日は10月11日火曜と17日から11月21日の毎週月曜 午前10時から午後6時、入館は午後5時30分まで、漱石参謀記念館、早稲田南町7、デジタルラリーあり、10月8日土曜から31日月曜の開館日、漱石参謀記念館、電話3205-0209、新宿ユースステージパフォーマンス、10月9日日曜、午前11時30分開演、午前11時開場、新宿文化センター、 新宿6-14-1デジタルラリーなし新宿未来創造財団文化学習課電話3350-1141新宿の日第24回 JFL 第24節クリアソン新宿 vs 鈴鹿ポイントゲッターズ10月9日日曜午前10時から午後4時予定国立競技場霞ヶ丘町10-1デジタルラリーあり 株式会社クリアソン、クリアソン新宿、電話67099786。第39回、大久保祭り、10月10日祝日、午前11時から午後4時、大久保通り、日本福音ルーテル東京協会、大久保1-14-14、ほか、デジタルラリーあり、新大久保商店街振興組合、電話070-3836-7750、 新宿スポレク202210月10日祝日午前9時30分から午後3時30分新宿コズミックセンター大久保3-1-2新宿スポーツセンター大久保3-5-1富山公園箱根山多目的運動広場富山3-2デジタルラリーあり新宿未来創造財団電話3 2 3 2 7 7 0 1 1 0 0人町祭り 10月10日祝日、正午から午後3時、淀橋教協会前広場、大久保通り、百人町1-17-8、デジタルラリーあり、新宿百人町明るい会商店街振興組合、電話3371-8897、北新宿障害学習館祭り、10月15日土曜と16日日曜、午前10時から午後4時30分、北新宿障害学習館、 北新宿3-20-2デジタルラリーなし赤城障害学習館祭り10月15日土曜と16日日曜午前10時から午後4時赤城障害学習館赤城元町1-3デジタルラリーなし以上2件いずれも主催問い合わせは新宿未来創造財団文化学習課電話3350-1141神楽坂町飛びフェスタ 10月15日土曜から11月3日祝日、神楽坂周辺、デジタルラリーあり、10月16日日曜のみ、神楽坂町飛びフェスタ実行委員会、電話6426-1728、神楽坂坂化け猫フェスティバル、10月16日日曜午前10時から午後5時、神楽坂大通り一帯、デジタルラリーあり、化け猫フェスティバル事務局、 電話6304-1600。気王神社恵比寿ベッタラ祭り。10月19日水曜と20日木曜。正午から午後8時。稲荷気王神社境内。歌舞伎町2-17-5。デジタルラリーあり。気王神社恵比寿ベッタラ祭り実行委員会。電話3200-2904。障害学習フェスティバル書の展 10月19日水曜から23日日曜午前10時から午後5時最終日は午後2時まで新宿文化センター新宿6-14-1デジタルラリーなし気軽にワンコインコンサート津田真人サクソフォンコンサート10月24日月曜午後7時開演午後6時30分開場新宿文化センター新宿6-14-1デジタルラリーなし 以上2件、いずれも、主催、問い合わせは、新宿未来創造財団、文化学習課、電話3350-1141。ファミリービンゴゲーム大会、10月24日月曜から11月27日日曜の各商店の営業時間中、11月27日日曜のビンゴ大会は、午前11時から午後3時。早稲田グランド商店会内、西早稲田1丁目から3丁目。 デジタルラリーあり、10月24日月曜から31日月曜。早稲田グランド商店会、問い合わせ、大新宿区まつり実行委員会事務局、電話52734069。障害学習フェスティバル写真展、10月26日水曜から30日日曜。午前10時から午後5時。最終日は午後2時まで。新宿文化センター、新宿6-14-1。14 1 デジタルラリーなし。障害学習フェスティバル、茶の湯の会。10月29日土曜、午前9時から午後5時。茶道会館、高田のばば3-39-17。デジタルラリーなし。住吉町、障害学習館祭り。10月29日土曜と30日日曜、午前10時から午後4時。住吉町、障害学習館、住吉町13-3。 デジタルラリーなし。障害学習フェスティバル、方学の集い。10月30日日曜、正午から午後4時。新宿文化センター、新宿6-14-1。デジタルラリーなし。以上4件、いずれも、主催問い合わせは、新宿未来創造財団、文化学習課、電話3350-1141。異大通り、音楽フェスティバル。10月30日日曜、 午前11時30分から午後4時、新宿6-7-2、石井林業前、デジタルラリーあり、偉大通り商店会、問い合わせ、大新宿区まつり実行委員会事務局、電話52734069、表終わり。詳しくは、パンフレット、文化観光課、特別出張所、区立図書館等で配布、や、新宿区ホームページ等でご案内しています。なお、 イベントの内容は各主催者にお問い合わせください。日時等は変更する場合があります。以上、大新宿区りでした。3、新宿フィールドミュージアムイベント。10月から11月に区内で開催される音楽、美術、演劇、伝統芸能、街歩きなどの幅広いジャンルのイベントを紹介するガイドブックを文化観光課、特別出張所等で 9月27日火曜以降、順次配布します。ガイドブックの表紙画像があります。ぜひご覧いただき、各イベントに足を運んでみませんか最新の情報等は、新宿フィールドミュージアムホームページをご覧ください。https コロンスラッシュスラッシュ、www.sfm-shinjuku.jp スラッシュ。 二次元コードがあります。問い合わせ。新宿フィールドミュージアム協議会事務局第一文庁舎6階文化観光課文化観光係内電話5273406910月6日にオープニングイベントを開催10月6日木曜午前11時から午後5時30分新宿駅西口広場イベントコーナー内容メインビジュアルの原画展示 国内で活動する文化芸術団体によるステージ、マジック、クラウン、コンサート、VR オーケストラ体験、ライブペインティング、ほか、おどけた顔のクラウン、ビリーブッチーの写真があります。一人はサックスを演奏しています。以上、新宿フィールドミュージアムでした。続いて、クリアソン新宿 vs 鈴鹿ポイントゲッターズ。ぜひ、観戦においでください。 10月9日日曜午後1時開始午前11時開場国立競技場霞ヶ丘町10-1チケット等詳しくはクリアソン新宿公式ホームページへ https コロンスラッシュスラッシュ crica.co.jp o スラッシュ soccerclub スラッシュ問い合わせ障害学習スポーツ科 障害学習スポーツ係第一文庁舎7階電話52734358競技をするクリアソン新宿の選手たちの写真があります。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。テープ第1巻 B 面4新型コロナオミクロン株対応ワクチン接種情報 コビットナインティーン初回接種1-2回目を完了した12歳以上のすべての方が接種の対象です。接種開始時期1 9月26日までに開始、現時点で4回目接種の対象となっている60歳以上の方、基礎疾患がある方、医療従事者等の方、区集団接種会場で実施 10月中旬頃から開始。今お伝えした1以外の対象者。順次実施。使用ワクチン。オミクロン株 BA1 と従来株に対応した2価ワクチン。接種会場。地域の医療機関での個別接種。区、集団接種会場。高齢者施設や障害者施設への巡回接種。なお、接種券は。 これまでに発行した3回目接種券と4回目接種券をお持ちの方で未接種の場合、オミクロン株対応ワクチン接種に使用できます。接種回数、接種時期により、次の通り接種券を発送します。接種券発送予定日はいずれも10月5日水曜。接種券の種類3件、対象の順に読みます。5回目接種券、 令和4年6月末までに4回目接種を完了した18歳以上の方。4回目接種券。令和4年6月末までに3回目接種を完了した接種券未発送の12歳以上の方。3回目接種券。令和4年6月末までに初回接種1、2回目を完了した接種券未発送の12歳以上の方。 令和4年7月末までに3回目接種券が送付されている方で3回目未接種の方。なお、以前お送りした3回目接種券を紛失した方は今回発送する接種券をご使用ください。以降、接種時期、接種回数に応じて順次接種券を発送します。なお、接種会場、予約方法等は決まり次第広報新宿や 新宿区ホームページ等でお知らせします。また、9月中旬時点で次の1、2に該当する方へ、オミクロン株に対応したワクチン接種のご案内を10月中旬以降に発送予定です。1、令和4年8月以降3回目接種券が送付されている方で3回目未接種の方。2、令和4年5月以降 4回目接種券が送付されている方で、4回目未接種の方。問い合わせ、新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター、ナビダイヤル。電話、4333-8907。または、0570-012-440。午前8時30分から午後7時。ファクス、050-3852-1343。 詳しくは新宿区ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。以上、新型コロナオミクロン株対応ワクチン接種情報 COVID-19 でした。続いて、インフルエンザ予防接種。接種期間は10月1日から令和5年1月31日。インフルエンザは新型コロナと症状が似ています。同時に流行すると、 医療現場の混乱を招くほか、医療体制が逼迫するなどの恐れがあるため、インフルエンザ予防接種が重要です。予診票の発送について、区内在住の対象の方へ9月22日に予診票を発送しました。予診票をお持ちの上、指定医療機関で接種してください。接種には予約が必要な場合があります。事前に医療機関にご確認ください。詳しくは、 新宿区ホームページでご案内しています。二次元コードがあります。なお、昭和32年10月1日から33年1月1日生まれの方は65歳になる直前。令和4年5月6月生まれの方は生後6ヶ月になる前月末に発送します。今年度、次の1から3の方は無料で接種できます。1 65歳以上の方、60歳から64歳で次の障害がある方。対象、12月31日現在、65歳以上の方、12月31日現在、60歳から64歳で、心臓、腎臓、呼吸器、免疫機能に重度の障害、身体障害者手帳一級程度がある方。なお、未申請の方は、 事前に手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。接種回数1回。2、生後6ヶ月から12歳の方。対象、10月1日現在、12歳までの方。平成21年10月2日以降に生まれた方。接種回数、2週から4週間空けて2回。なお、令和4年7月1日から、 8月1日生まれで期間内に接種を希望する方はお問い合わせください。生後6ヶ月になる前日から接種か予診票を発送します。3. 生活保護を受けている世帯等の方。対象10月1日現在13歳から64歳で生活保護を受けている世帯等の方。接種回数1回。なお、事前に手続きが必要です。 詳しくはお問い合わせください。問い合わせ。保険予防課予防係。第二文庁舎文館1階。電話5 2 7 3 3 8 5 9ァクス5 2 7 3 3 8 2 0 5。年に一度の無料特定健康審査を受けましょう。40歳から74歳で新宿区国民健康保険にご加入の方へ。 令和5年3月31日金曜まで受診場所区の指定医療機関新宿区ホームページ健康審査がん検診のご案内検診票発送時に同封でご案内しています。医療機関一覧の二次元コードがあります。対象40歳から74歳で新宿区の国民健康保険に加入している方、 受診には令和4年度の健康審査票が必要です。対象の方には封筒で、封筒の見本画像があります。5月末に健康審査票検診票を発送済みです。お手元にない方は健康審査ご案内センター、電話0120-025-476フリーダイヤル通話料無料へ連絡してください。なお、 40歳から74歳で新宿区国民健康保険以外の健康保険に加入している方は、加入している医療保険者へお問い合わせください。受診の流れ。ステップ1、健康審査表、検診票の確認。お手元にない方は、健康審査ご案内センターへ。ステップ2、医療機関を選び、電話予約する。 なお、医療機関一覧は、検診票に同封しています。ステップ3、受診する、検診票、健康保険証を忘れずにお持ちください。ご注意ください。受診の際は、新型コロナの感染拡大防止のため、各医療機関の感染予防対策にご協力をお願いします。主な検査内容、問診、身体計測、血圧測定、検尿、 血液検査。なお、診断書は発行しません。人間ドック等を受ける方へ、新宿区国民健康保険に加入している方で、特定健康審査を受けずに人間ドック等を受ける方も、保険指導等の健康支援を無料で受けることができる場合があります。詳しくは、健康づくりか、検診係へお問い合わせください。問い合わせ、健康づくりか、検診係。 第2文庁舎文館分室4階。電話5273-4207。ファクス5 2 7 3 3 9 3 0特定健康審査に関するお問い合わせはこちら。新宿区健康審査ご案内センター。電話0120-025-476。フリーダイヤル通話料無料。9月27日火曜から。 令和5年1月31日火曜、12月29日木曜から令和5年1月3日火曜を除く、月曜から金曜、午前9時から午後8時、土曜日曜祝日、午前9時から午後6時、なお、新宿区健康審査ご案内センターから国民健康保険の加入等をはじめとした、 各種手続きの際にご記入いただいた電話番号に健康審査の受診勧奨のご連絡をする場合があります。また、がん検診票の請求問い合わせも新宿区健康審査ご案内センターへ。電話0120-025-476フリーダイヤル通話料無料。以上、年に一度の無料特定健康審査を受けましょうでした。 続いて、国民健康保険料の納付は、便利な口座振替をご利用ください。みずほ、三菱 UFJ、三井住友、りそな、ゆうちょ銀行の口座をお持ちの方は、キャッシュカードと暗証番号で即日口座登録が完了します。口座名義人本人が、キャッシュカード本人確認書類を直接問い合わせ先へお持ちください。 口座振替ありがとうキャンペーン。保険料を3年以上滞納なく継続して、口座振替で支払っている世帯を対象に抽選し、当選者にプリペイドカード500円を郵送します。申請不要。発送は12月下旬。問い合わせ。医療保険年金課、納付推進係。本庁舎4階。電話5273-4158。6。 緩和ケアは早い時期から病気に伴う心と体の辛さを和らげるために緩和ケアは癌等の病気と診断された時の気持ちの落ち込みや治療中の痛みなどの辛さを抱える患者と家族のための治療や支援等のことです自宅や施設、病院、緩和ケア病棟などさまざまな療養場所でケアを受けられます区では がん療養相談窓口や在宅医療相談窓口で相談を受け付けています。相談窓口で相談できること。医師に治療や療養について話を聞くときのポイント。インターネットや人捨てに知った情報の整理。不安に思っていることや悩み事の相談。家族や支援者として患者を支える側の相談。 緩和ケアができる医療機関の情報など、緩和ケアに関する冊子のご活用を、いずれの冊子も希望する方は、在宅医療相談窓口へお問い合わせください。3冊の冊子の画像があります。タイトルを読みます。地域で安心して療養するために、在宅療養ハンドブック、私の道しるべ、癌と共に生きる人々へ、 パート1。家で暮らしたい。あなたの緩和ケア。画像終わり。問い合わせ。がん療養相談窓口。富山2-33。都営富山ハイツ33号棟125。暮らしの保健室。電話3205-3114。受付時間は月曜から金曜午後1時から4時。第4土曜午前10時から午後1時30分。 祝日、年末年始を除く、在宅医療相談窓口、健康政策課、地域医療係、第二分庁舎分館1階、電話52733839。以上、緩和ケアは早い時期からでした。続いて、保健衛生のコーナー3件。まず、今から知っておこう赤ちゃんとアレルギー、オンライン、講座。 ウェブ会議ツール、ズームによる講座です。通信費等は申し込み者負担。詳しくは新宿区ホームページでご案内します。二次元コードがあります。10月12日と11月30日の水曜午後2時から3時30分。いずれも同じ内容。対象、妊娠している方と家族、各会50組。内容、 小児病院スタッフによる妊娠中から出産後の知っておくと役に立つ乳児のアレルギーの話申し込み9月27日火曜から前日に電話で問い合わせ先へ先着順問い合わせ健康政策課公害保険係第二分庁舎分館1階電話52733048次統合失調症家族室 講座。日時、内容。1、10月24日月曜、統合失調症の症状、治療、対応。2、10月31日月曜、家族の接し方。1、コミュニケーションがより良くなる SST。3、11月14日月曜、本人を支える制度と社会資源。4、 11月21日月曜。家族の接し方。2。当事者の話。家族の話。いずれも午後2時から4時。1のみ午後2時30分から4時30分。全4回。会場。1、2、4は四谷保健センター。四谷三栄町10-16。三は障害者生活支援センター。百人町四の二 対象、区内在住で、統合失調症と診断された方のご家族20名。申し込み、9月27日火曜から電話で問い合わせ先へ先着順。問い合わせ、四谷保健センター、電話3351-5161。次、区の健康づくりに関する調査にご協力ください。区民の皆さんの健康に関する 意識や習慣等を伺い、今後の健康づくり施策や健康づくり行動計画の策定に役立てます。調査結果の概要は広報新宿後の号等でお知らせします。期間10月5日水曜から26日水曜対象無作為に抽出した区内在住の18歳以上5000名調査方法対象となった方のご自宅へ 10月5日水曜日に調査票を発送します。同封の返信用封筒でご返送いただくか、インターネットからご回答ください。問い合わせ。健康政策課健康企画係第二文庁舎文館1階。電話52733024。7。平和派遣報告会イベント。8月8日から10日に実施した。 平和派遣に参加した親子7組14名が長崎で学び感じたことを発表します。10月2日日曜午後1時30分から3時、共催新宿区平和派遣の会会場申し込み当日直接戸塚地域センター高田の場ば2-18-1へ先着180名未就学児も入場できます。問い合わせ 総務課、総務係、本庁舎3階、電話5273-3505、折り鶴を手にした子供7名の写真があります。以上、平和派遣報告会でした。続いて、子供教育のコーナー2件。まず、秋の親子自然体験、イベント、日時集合場所等、10月29日土曜、 午前7時30分から午後6時。子ども総合センター。新宿7-3-29。新宿ここから広場内。集合解散。会場。朝日里山学校。茨城県石岡市芝内630。茨城フラワーパーク。茨城県石岡市下青柳200。対象。 区内在住、在学の小学生と保護者、16組32名、保護者とお子さん各1名で1組。内容、収穫体験、自然散策、雨の場合は変更あり。費用、1組8000円。収穫体験、食事代、入場料等。申し込み、10月5日筆着までに往復はがき、1組につき1枚。 2. 記入例のほか、お子さんの学校名、学年、同行する保護者名、振り仮名、続き柄を記入し、問い合わせ先へ。応募者多数の場合は抽選し、結果は全員に10月13日木曜以降、順次お知らせします。問い合わせ、子ども家庭支援課、子育て支援係、郵便番号160-0022、 新宿7-3-29新宿ここから広場内電話3232-0695次就学時健康診断の受診を令和5年4月に小学校へ入学する新1年生の保護者の方へ受診校通学区域の学校と検診日時を記載した就学時健康診断通知書を 10月下旬までに発送します。通学区域の学校で受診してください。検診日時等詳しくは新宿区ホームページでご案内しています。問い合わせ。学校運営課保健給食係第一文庁舎4階。電話5273-3098。8CO2 排出量削減に取り組む事業者を支援。 環境保全資金の対象者を拡充します。区では再生可能エネルギー比率50%以上の電力等への切り替えを実施している中小企業者を10月3日月曜から環境保全資金の対象者に追加します。対象、要件、必要書類等詳しくはお問い合わせください。新宿区ホームページでもご案内しています。 なお、要件を満たした事業者へ、経営全般のための資金借り入れに伴う圧戦や利子信用保証料の補助を行います。また、融資の相談申請については、事前に電話でお申し込みください。貸付限度額500万円。貸付期間5年以内。据え置き期間6ヶ月以内。金利2.1%以下。 本人負担0.7%、区負担1.4%、信用保証料、全額補助、問い合わせ、産業振興課、産業振興係、西新宿682、ビズ新宿4階、電話3344-0702。以上、CO2 排出量削減に取り組む事業者を支援でした。続いて、 暮らしのコーナー6件。まず、エコギャラリー新宿10月の展示、イベント。展示時間はお問い合わせください。6日木曜から9日日曜、総裁会絵画6日木曜から9日日曜、バードクラブ写真。16日日曜から20日木曜、サンデーアート絵画 21日金曜から23日日曜、有書の会、書道。26日水曜から30日日曜、臨床会、絵画。28日金曜から31日月曜、東京都白水会、絵画、書、写真ほか。会場問い合わせ。エコギャラリー新宿、西新宿2-11-4、電話、 3348-6277次不動産該当無料相談会イベント10月7日金曜午前11時から午後5時受付は午後4時30分まで内容弁護士税理士等の専門家による不動産に関する法律税金建築等の相談共済新宿区会場申し込み当日直接 新宿駅西口広場イベントコーナーへ。問い合わせ全日本不動産協会東京都本部新宿支部。電話33688866。次、土のリサイクル野菜作り。講座。新宿緑のカーテンプロジェクト。10月16日日曜午後1時30分から3時。対象区内在住在勤の方20名。 内容、プランターを生かす野菜作りほか、申し込み、往復はがき、ファクス、電子メールに記入例の通り記入し、十月七日、必着までに問い合わせ先へ、応募者多数の場合は抽選、問い合わせ先ホームページ、https コロン、スラッシュスラッシュ、www.shinjuku-eco y center.jp スラッシュからも申し込めます。会場問い合わせ。環境学習情報センター。郵便番号160-0023。西新宿2-11-4。新宿中央公園内。電話3348-6277。第4月曜休館。f クス三三四四四四三四電子メール INFO。 アットマーク、shin, juku, e c o c e n t e r j p 次、高年齢者、就職面接会、イベント、参加企業等詳しくはお問い合わせください。区、勤労者、仕事支援センター、ホームページ、https コロン、スラッシュスラッシュ、www.sksc.or .jp でもご案内しています。参加には無料職業紹介所新宿ワクワークへの登録予約が必要です。10月19日水曜から21日金曜午後2時から5時、対象都内在住のおおむね55歳以上、各会20名、持ち物、履歴書、写真を貼る、面接1社につき1通、申し込み、 9月28日水曜午前9時から電話または直接問い合わせ先へ先着順会場問い合わせ新宿ワクワーク新宿7-3-29新宿ここから広場仕事等電話5273-4510次リサイクル講座講座1紙パックを使ってバラ風のお花作り 10月22日土曜午後1時30分から3時30分。対象、区内在住、在勤、在学の方10名。内容、紙パックのリサイクルの話。工作、持ち物、紙パック1枚、ハサミ、筆記用具。共材新宿区消費者大学 OB& エシカルの会。2、コフからワイドパンツ作り。 10月28日金曜午前10時から午後4時。対象区内在住在勤の方8名。費用300円。材料費等。持ち物、古フ着物時幅 38cm× 長さ 4m 程度。または洋服時幅 90cm× 長さ 2m 程度。幅広ゴム、幅 2.5cm× 自分のウエスト分の長さ、裁縫道具、マち針20本以上、ゴム投資、筆記用具、共済、新宿環境リサイクル活動の会、1、2、共通、申し込み、往復はがきに記入例の通り記入し、1は10月12日、2は10月7日必着までに問い合わせ先へ、応募者多数の場合は抽選。 詳しくは問い合わせ先ホームページ http://www.shinjuku-rc.org をご覧ください。会場問い合わせ新宿リサイクル活動センター郵便番号169-0075高田のばば4-10-2電話5330-5374 月曜休館。次。台風等の好天時では、資源、ゴミの収集を中止する場合があります。暴風雨や積雪等の特別警報、警報の予測が出ているときや、鉄道等の公共交通機関の計画運休が予定されているときには、資源、ゴミの収集を中止する場合があります。その際は、新宿区ホームページ等でお知らせします。問い合わせ。 新宿清掃事務所、電話3950-2923。ここでテープ第1巻を終わります。引き続き第2巻をお聞きください。新宿区役所発行声の広報、令和4年2022年9月25日発行、第2404号、テープ第2巻 A 面9、介護ワンストップサービスの導入、 10月1日土曜から、介護保険に関する要支援、要介護認定の申請など、11種類の手続きで、マイナンバーカードを利用した電子申請をご利用いただけます。詳しくは、10月1日土曜以降、マイナポータル、https コロン、スラッシュスラッシュ、myna.go.jp スラッシュ、大文字、sck、数字の1501、 アンダーバー、02、アンダーバー、001、スラッシュ、大文字で、sck、数字の、1501、アンダーバー、02、アンダーバー、001、アンダーバー、大文字、i、小文字、nit.form をご覧ください。二次元コードがあります。問い合わせ、介護保険課推進係、本庁舎2階 電話52734596以上、介護ワンストップサービスの導入でした。続いて、経老会の抽選結果を発送します。経老会10月19日20日21日開催の抽選結果を応募者全員に9月下旬から順次発送します。当選者には日時と座席を当選はがきでお知らせします。できるのは 当選者本人のみです。10月5日水曜までに抽選結果が届かない場合はお問い合わせください。なお、8月上旬に発送した案内はがき、往復はがきでの観覧や当選はがきの譲渡はできません。次の方々が歌謡賞に出演します。根本美希さん、川中美幸さん、増井山大志郎さん、3人の顔写真があります。かん郎さんから、 増井山大志郎さんに変更となりました。今後も予告なしに出演者が変更となる場合があります。ご了承ください。問い合わせ、地域包括ケア推進課、高齢生きがい係、本庁舎2階、電話52734567。続いて、福祉のコーナー2件。まず、介護者家族会、イベント。当日直接会場へおいでください。入退場自由。 10月の日時会場。四谷の会。6日木曜午後1時30分から3時30分。四谷保健センター等複合施設。四谷三栄町10-16。フレンズ。25日火曜午後1時から3時。江ノ城町地域センター。早稲田町85。和気あいあい。12日水曜午後1時30分から3時30分。若松地域センター。若松町12-6。大久保。 あったかい。11日火曜、午後1時30分から3時30分。大久保地域センター。大久保2の12の7。一服の会。22日土曜、午後1時30分から3時30分。落合第一地域センター。下落合4の6の7。かずら会。20日木曜、午後1時から3時。落合第二地域センター。中落合4の17の13。ひととき。 20日木曜午後2時から4時、北新宿特別養護老人ホーム、柏園、北新宿3-27-6。問い合わせ、高齢者支援課、高齢者相談第2係、本庁舎2階、電話5273-4254。次、新宿生き生き体操講習会、講座。介護予防のミニ講座もあります。持ち物等詳しくは、申し込み者へ郵送でお知らせします。 10月27日木曜午後2時から4時。高田のババシニア活動館。高田のババ3-39-29。39 29対象。区内在住在勤の方10名。申し込み。9月27日火曜から10月19日水曜までに。電話かファクス。記入例の通り記入で問い合わせ先へ先着順。問い合わせ。地域包括ケア推進課。介護予防係。本庁舎2階 電話5 2 7 3 4 5 6 8 f a クス六二零五五零八三十マッサージサービス区内在住の六十歳以上対象ご利用ください十月から令和五年三月日時会場会場二十一件電話日にちの順に読みます支える薬王寺市ヶ谷薬王寺町五十一三三五三二三三三十月十九日 11月9日30日、12月21日、令和5年1月11日と25日、2月15日、3月8日と22日、いずれも水曜。高田の場はシニア活動館、高田の場は3の39の29、33624560、10月10日、11月14日と28日、12月12日、 令和5年1月9日と23日、2月13日、3月13日と27日、いずれも月曜、なお10月10日と令和5年1月9日は祝日。品の町シニア活動館、品の町20-5369-6737、10月12日、11月2日と16日、12月14日、令和5年1月4日と18日、 2月8日、3月1日と15日、いずれも水曜。富山シニア活動館、富山2-27-2、32042422、10月18日火曜、11月8日火曜と16日水曜、12月20日火曜、令和5年1月10日火曜と18日水曜、2月21日火曜、3月14日火曜と22日水曜。 西新宿シニア活動館、西新宿4-8-35-3377-9380、早稲田南町地域交流館、早稲田南町50-3208-2552、以上2件いずれも、十月二十一日、十一月十一日と十五日、十二月十六日、令和五年一月十三日と十七日、二月十七日、三月十日と十四日、 いずれも金曜。西早稲田地域交流館、西早稲田1-22-252868311。中町地域交流館、中町25-62650608。以上2件、いずれも。10月12日、11月9日と23日、12月14日、令和5年1月11日と25日、2月8日、3月、 8日と22日、いずれも水曜。なお、11月23日は祝日。新宿地域交流館、新宿5-3-13-3341-8955。10月22日、11月12日と26日、12月24日、令和5年1月14日と28日、2月25日、3月11日と25日、いずれも土曜。 山吹町地域交流館、山吹町342、3269-6189、10月11日、11月8日と22日、12月13日、令和5年1月10日と24日、2月14日、3月14日と28日、いずれも火曜。上落合地域交流館、上落合二十八の八三三六零一四一四十月六日木曜。 11月10日木曜と21日月曜。12月12日月曜。令和5年1月12日木曜と23日月曜。2月13日月曜。3月9日木曜と20日月曜。北新宿地域交流館北新宿2-3-7-3369-5856。10月7日金曜。11月1日火曜と18日金曜。12月6日火曜。 令和5年1月6日金曜と25日水曜、2月17日金曜、3月3日金曜と29日水曜。下落合地域交流館、下落合3-12-33、3951-0023、10月20日、11月3日と24日、12月15日、令和5年1月5日と26日、2月16日、3月、 2日と23日、いずれも木曜、なお11月3日は祝日。百人町地域交流館、百人町人町2-18-21、21 33688156、10月10日祝日、11月5日土曜と23日祝日、12月10日土曜、令和5年1月7日土曜と31日火曜、2月13日月曜、3月1日水曜と21日祝日。 東五県庁地域交流館、東五県庁5-24-3269-6895、10月5日、11月2日と16日、12月14日、令和5年1月4日と18日、2月8日、3月1日と15日、いずれも水曜。本予町地域交流館、四谷本予町四の九三三五零一四五六十月十三日、 11月10日と24日、12月8日、令和5年1月12日と26日、2月9日、3月9日と23日、いずれも木曜。北山節地域交流館、北山節町2-17、3269-7197、10月14日、11月11日と25日、12月16日、令和5年1月6日と20日、 2月17日、3月10日と24日、いずれも金曜。中落合地域交流館、中落合2-7-24-3952-7163、10月14日、11月11日と25日、12月9日、令和5年1月13日と27日、2月10日、3月10日と24日、いずれも金曜。 北新宿第二地域交流館北新宿3の20の25348675110月25日11月8日と22日12月27日令和5年1月10日と24日2月28日3月14日と28日いずれも火曜高田の場は地域交流館高田の場は1の4の1732005816 10月18日、11月15日と29日、12月20日、令和5年1月17日と31日、2月21日、3月7日と21日、いずれも火曜、なお、3月21日は祝日。支える中落ち合中落ち合1の7の1、35656375、10月7日、11月4日と18日、 12月23日、令和5年1月6日と20日、2月3日、3月17日と31日、いずれも金曜。いずれも時間は午後1時から5時。内容、アンママッサージ指圧師の資格を持つ専門家が、指圧等でマッサージ。なお、新旧による施術は行いません。費用、1回30分1000円。持ち物、タオル、申し込み。 希望日の当日、午前9時から電話で各施設へ、申し込みは当日のみ受付。なお、初めて利用する場合、支える仲落合を利用する場合は、住所、氏名、年齢が確認できるもの、運転免許証、健康保険証等をお持ちください。また、施術時間に換気、消毒の時間を含みます。問い合わせ、地域包括ケア推進課、高齢、生きがい係、本庁舎2階 電話52734567以上マッサージサービス区内在住の60歳以上対象でした11シルバー人材センターパソコン教室講座日時内容等表教室名8件主な内容日程クラスの順に読みますワード基礎文書作成の基本操作イラスト入り文書作成 10月4日と11日の火曜午前。11月7日と14日の月曜午後。ワード中級。ワードの表作成機能を使った文書作成。10月14日と21日の金曜午前。11月15日と22日の火曜午後。ワード活用。アート機能等を使った文書作成。10月17日と24日の月曜午前。 11月18日と25日の金曜午後。エクセル基礎、データ入力、数式の使い方、表作成。10月4日と11日の火曜午後。11月7日と14日の月曜午前。エクセル中級、集計表、グラフの作成。10月14日と21日の金曜午後。11月15日と22日の火曜午前。 エクセル活用、データベース操作、データの並べ替え等。10月17日と24日の月曜、午後。11月18日と25日の金曜、午前。インターネットメール。インターネットの利用、メールの送受信。10月18日と25日の火曜、午前。11月2日と9日の水曜、午後。年賀状作成。 ワードで年賀状を作成。11月28日月曜と29日火曜午前。11月28日月曜と29日火曜午後。表終わり。午前クラスは午前9時30分から午後0時20分まで。午後クラスは午後1時から3時50分まで。各全2回。対象、区内在住在勤の方で、マウス操作、ローマ字入力ができる方。 各クラス4名。費用4500円2日分テキスト代含む。申し込み。10月教室は9月27日火曜から電話で問い合わせ先へ先着順。11月教室は電話で10月20日木曜までに問い合わせ先へ。応募者多数の場合は抽選。会場問い合わせ。シルバー人材センター。新宿7-3-29。3 29 新宿、ここから広場、仕事等、電話32093181。以上、シルバー人材センター、パソコン教室でした。続いて、支える薬役王子の講座、講座。1、支える歌声広場、日時対象定員の順に読みます。10月25日火曜、午後10時から11時30分、区内在住の方8名。 ストレッチ 3B 体操。10月28日金曜午後1時35分から2時25分と午後2時30分から3時20分。いずれも同じ内容。区内在住の方、各回14名。3パソコン講座、エクセル表計算。10月28日金曜午後1時30分から3時。区内在住の方、5名。4自分新聞を作ってみよう。 11月2日16日30日いずれも水曜午前10時から12時全3回区内在住在勤在学の方初めて受講する方を優先5名内容写真の撮り方記事の書き方編集の仕方を学び自分新聞を作る5認知症予防講演会講座六、シニアの絵本読み聞かせ講座講座七。 囲碁で認知症予防と世代間交流囲碁超入門講座に参加を希望する方は本講座の受講が必要です。11月2日水曜午前10時から12時区内在住の50歳以上45名会場牛タンス地域センタータンス町15内容最新研究からの報告なぜ絵本の読み聞かせと囲碁で脳と地域を活性化なのか 専門家による読み聞かせの実演、以後の体験会。6. シニアの絵本読み聞かせ講座。認知症予防に向けた絵本読み聞かせの実践講座です。5の講演会後、申し込みを受け付けます。11月16日から、令和5年3月1日の水曜、11月23日、12月28日、1月4日を除く、 午前9時30分から11時30分。11月16日と3月1日は健康調査。全日程終了後にフォローアップ講座あり。全13回。区内在住の50歳以上18名。7。囲碁で認知症予防と世代間交流。囲碁超入門講座。認知症予防に向けた囲碁実践講座です。後の講演会後、申し込みを受け付けます。 11月18日から令和5年2月24日の金曜12月30日を除く午後1時30分から3時11月18日2月24日は健康調査全日程終了後にフォローアップ講座あり全14回区内在住で50歳以上の以後未経験者12名1から7共通申し込み 1>, 1から3は10月4日火曜。4と5は10月19日水曜までに、電話で問い合わせ先へ。応募者多数の場合は抽選。6、7、含む。会場問い合わせ。支える薬王寺。市ヶ谷薬王寺町。51。電話3 3 33。33532333. 土曜日曜祝日を除く。午前9時から午後6時。12。傍聴できる審議会のコーナー。 三件。まず、図書館運営協議会。9月29日木曜午前10時から12時。傍聴を希望する方は、当日直接問い合わせ先へ。会場問い合わせ。中央図書館大久保3-1-1。電話3364-1421。次、環境審議会。10月6日木曜午後2時から4時。傍聴を希望する方は、当日直接新宿清掃事務所。 下落合2-1-1へ。問い合わせ。環境対策課、環境計画係、本庁舎7階。電話52733763。次。労働報酬等審議会。10月31日月曜午後2時から。傍聴を希望する方は、当日直接、区役所本庁舎4階、401会議室へ。問い合わせ。契約、関西課、契約係、本庁舎4階。 電話52734075以上、傍聴できる審議会のコーナーでした。続いて、新宿区公式ホームページのトップページが新しくなります。10月3日月曜午後1時公開です。ホームページアドレスは変わりません。問い合わせ、区政情報課広報係本庁舎3階、電話52734064 トップページのイメージの画像があります。続いて、施設のコーナー、2件。まず、指定管理者選定公開プレゼンテーション。1、四谷スポーツスクエア。2、西新宿シニア活動館。3、新宿地域交流館。1はどなたでも参加できます。2、3は区内在住の方が参加できます。各40名。日時会場。 1. 1四ツ谷スポーツスクエア。10月6日木曜午後3時30分から5時30分。四ツ谷スポーツスクエア。四ツ谷1-6-4。2. 西新宿シニア活動館。10月10日祝日。午前10時から10時25分。角はず地域センター。西新宿4-33-7。3. 新宿地域交流館。10月10日祝日。 午後2時30分から3時20分、四谷地域センター、内藤町87。申し込み。1は当日直接会場へ。2と3は9月27日火曜から10月6日木曜までに、電話または所定の申し込み書をファクスで問い合わせ先へ。いずれも先着順。2と3の申し込み書は、問い合わせ先で配布しているほか、新宿区ホームページから取り出せます。問い合わせ。 1. 1四ツ谷スポーツスクエア。障害学習スポーツ課障害学習スポーツ係、第一文庁舎7階。電話52734358。2. 西新宿シニア活動館。3. 新宿地域交流館。地域包括ケア推進課、高齢生きがい係、本庁舎2階。電話52734567。ファクス6 2 0 5 5 0 8 3次。図書館の休館。 富山図書館、富山2-11-101は特別図書整理のため休館します。期間、10月19日水曜から22日土曜まで。問い合わせ、中央図書館、電話3364-1421。続いて、詐欺被害防止一言アドバイス。詐欺被害を防ぎましょう。ストップ、ATM での携帯電話。ATM で還付金は受け取れません。 携帯電話で通話をしながら ATM を操作している人を見かけたら声をかけ百頭板番通報をお願いします。警察署代表電話牛込3269-0110新宿3346-0110戸塚3207-0110四谷3357-0110問い合わせ区危機管理課危機管理係本庁舎4階 電話52733532区内の特殊詐欺被害認知件数8月特殊詐欺の主な種類5項目と合計件数の順に読みますオレオレ詐欺8件預貯金詐欺2件還付金詐欺2件その他融資保証等1件キャッシュカード詐欺等1件合計14件区危機管理課調べ ここでテープ第2巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。テープ第2巻 B 面13子育てファミリー世帯向け民間賃貸住宅の家賃を助成します。募集期間は10月3日から17日。対象10月1日基準日現在、次のすべてを満たす50世帯。 区内の民間賃貸住宅にお住まいで、基準日の前日までに区に住民登録している。義務教育終了前のお子さんを扶養し、同居している。令和3年中の世帯の年間総所得が520万円以下。月額家賃が22万円以下で滞納していない。住民税の滞納がない。令和四年度に区の多世代近居同居女性。 次世代育成転居女性による予定登録申請中でない予定登録決定女性を受けていない予定登録決定は令和4年9月30日以前に有効期間が満了しているものを除く生活保護等を受けていないなおこれらの他にも要件があります詳しくは募集案内をご確認ください女性期間金額 5年間を限度に月額3万円。月額家賃が3万円未満の場合はその額。申し込み。所定の申し込み書を郵送で問い合わせ先へ。10月17日月曜までの消し印があり、20日木曜までに到着したものを受け付けます。申し込み書。募集案内は10月3日月曜から17日月曜に住宅か区政情報センター本庁舎1階。 子ども家庭課本庁舎2階、特別出張所、中央四ツ谷鶴巻図書館で配布します。休館日を除く、10月3日月曜からは新宿区ホームページから取り出せます。応募者多数の場合は、10月31日月曜午前10時から区役所本庁舎で公開抽選します。問い合わせ、住宅課居住支援係、郵便番号六零の八四八四 歌舞伎町1-4-1本庁舎7階電話5273-3567以上子育てファミリー世帯向け民間賃貸住宅の家賃を助成しますでした続いて快適なマンションライフのためにナンバー33問い合わせ住宅課居住支援係本庁舎7階電話5273-3567 区分所有者の皆さんに理事会等の活動を知ってもらいましょう。管理組合役員の皆さんには適正な管理組合運営にご尽力いただいていることと思いますが、日頃から理事会で話し合った内容を区分所有者の方々に情報提供していますか情報を共有しておくと臨時総会等での迅速な判断が可能になります。そのために議事録のダイジェスト版、 広報紙を配布したり、電子掲示板にアップロードするなど、工夫しているマンションもあります。多くの方がマンション管理に関心を持つことが、より良い管理運営につながります。ぜひ、区分所有者の皆さんに理事会の活動を知ってもらいましょう。14。ワークライフバランスセミナー。講座。組織の中のストレスマネジメント。ストレスに強い職場づくり。 YouTube を利用したオンラインセミナー60分程度です。通信費等は申し込み者負担。申し込み者へ動画サイトの URL をお送りします。配信期間10月21日金曜から11月3日祝日。対象区内の企業経営者、管理職、従業員等の方。申し込み9月27日火曜から 11月1日火曜に、所定の申し込み書をファクスで問い合わせ先へ、新宿区ホームページからも申し込めます。申し込み書は問い合わせ先、特別出張所等で配布しているほか、新宿区ホームページから取り出せます。問い合わせ、男女共同参画推進センター、荒木町16、ウィズ新宿、電話3341-0801、ファクス。 3341-0740以上、ワークライフバランスセミナーでした。続いて、全世代向けの多彩なイベント3件。まず、角のはず町歩きイベント。西新宿から新宿3丁目まで。10月15日土曜午後1時から4時。角の地域センター。西新宿4-33-7。申し込み。 9月27日火曜から、電話または直接問い合わせ先へ、先着20名。問い合わせ、角のはず図書館、西新宿4-33-7。33 7電話5371-0010。次、新宿 NPO 活動基礎講座、講座、非営利団体のためのマーケティング。10月20日木曜。 午後6時45分から8時45分。対象、社会貢献活動をしている方ほか20名。費用1000円、資料代等。申し込み、9月27日火曜から電話かファクス、電子メール、記入例の通り記入、または直接問い合わせ先へ、先着順、オンライン受講もできます。詳しくはお問い合わせください。 会場問い合わせ。新宿 NPO 共同推進センター。高田の場は4-36-12。電話5386-1315。ファクス5386-1318。電子メール HIROBA アットマーク S-NPONET.NET。次。 ストレッチボイストレーニング。イベント。11月11日金曜午後2時から4時。申し込み。10月14日必着までに往復はがきに記入例のほか、年齢、在勤の方は勤務先を記入し問い合わせ先へ。定員30名。応募者多数の場合は、区内在住、在勤の方を優先して抽選。会場、問い合わせ。 つのはず地域センター、郵便番号160-0023、西新宿4-33-7、電話3377-1373。続いて、区民保養施設の利用申し込み、箱根筒子層、グリーンヒル八ヶ岳、令和5年1月6日から31日宿泊分、受付窓口、電話、区、 保養施設受付本庁舎1階電話52733881受付日時月曜から金曜午前9時から午後5時土曜日曜祝日は株式会社日本旅行電話53693902午前10時から午後6時電話受付のみへ抽選区民抽選予約 区内在住の方のみ申し込めます。申し込み期間10月1日から11日必着申し込み方法受付窓口特別出張所障害学習スポーツ課で配布の抽選はがきでお申し込みください。10月19日水曜頃までに結果通知が届かない場合は受付窓口へお問い合わせください。空き室予約抽選後 終戦後の空き室は、区内在住の方のみ申し込める区民優先予約、当選者を含む、どなたでも申し込める一般予約の順に、それぞれ先着順で電話か受付窓口で予約を受け付けます。空き室の状況は、受付窓口特別出張所のほか、株式会社日本旅行の空室情報ホームページ、http コロンスラッシュスラッシュ nta, s, p, o, r, t, s, .net, スラッシュ s, h, i, n, j, u, k, u, k, u, スラッシュでも確認できます。申し込み開始日、区民優先予約、10月21日金曜、一般予約、11月1日火曜、1月の休館日、箱根つ,つじそう 17日火曜から20日金曜。区の担当課。障害学習スポーツ課。障害学習スポーツ係。第一文庁舎7階。電話5273-4358。箱根筒子層のお知らせ。区民割引。割引日。令和5年1月24日火曜。内容。区内在住の方を対象に。 一人につき合計利用額から1000円引きになります。他の割引との併用不可。グリーンヒル八ヶ岳のお知らせ。体育館プールの休館。期間12月1日木曜から令和5年1月31日火曜。新宿駅西口発グリーンヒル八ヶ岳直行便バスツアー。往復バスと宿泊観光2泊3日のセットです。 申し込みには宿泊予約が必要です。1月の出発日コース17日火曜新州善光寺松本市美術館25日水曜松本城味噌倉見学諏訪大社富士山河口湖問い合わせグリーンヒル八ヶ岳電話0 5 5 1 3 2 7 0 1 1 人材募集のコーナー2件。まず、土木相談員産級代替。対象、屋外広告物の許可等業務の遂行に必要な知識、技能があり、心身ともに健全で土木行政に関心、意欲のある方若干名。任用期間、令和5年1月1日から3月31日、勤務日時原則として、 月曜から金曜のうち週4日、1日7時間30分、週30時間、勤務内容、屋外広告物の許可等に関する業務ほか、報酬、月額21万円程度、選考、1時、書類、論文、2時、面接、申し込み、所定の申し込み書、写真を貼る、論文、 A4 番横書き原稿用紙に1センチ程度テーマは募集案内に記載を10月25日火曜までに問い合わせ先へ郵送を筆、必着または直接お持ちください申し込み書は問い合わせ先で配布しているほか新宿区ホームページから取り出せます勤務場所問い合わせ土木管理課専用係郵便番号160-8484 歌舞伎町1-4-1本庁舎7階電話5273-3574次特別区立幼稚園臨時的任用教員採用候補者特別区では妊娠・出産休暇・育児休業等の教員の代替として働いていただける方の選考を毎月実施しています勤務場所特別区の区立幼稚園大田区 足立区を除く。対象、幼稚園、教諭、普通免許状をお持ちの方。選考、書類選考、面接。申し込み、選考案内に記載の所定の書類を郵送で問い合わせ先へ。選考案内は、区教育指導課、本庁舎4階で配布しているほか、特別区人事構成事務組合ホームページ、https コロン、スラッシュスラッシュ、 www.union.tokyo、ok、数字で 23cty.lg.jp i スラッシュ kyo iku スラッシュ kyo iku top スラッシュ index.html から取り出せます。問い合わせ特別区 人事構成事務組合教育委員会事務局人事企画課採用選考担当郵便番号102-0072千代田区飯田橋3-5-1東京区政会館17階電話5210-9751以上人材募集のコーナーでした続いて区関連観光所情報5件 まず、東京都子育て支援員研修。東京都子育て支援員研修の地域保育コース、地域子育て支援コース、放課後児童コース受講生を募集します。子育て支援として、保育や子育て支援の分野に従事する上で、必要な知識や技能等を取得するための研修です。日程、申し込み方法等詳しくは、 東京都福祉保健財団ホームページ https コロンスラッシュスラッシュ www.fukushi zai dan.jp スラッシュ数字で 111koso d a t e s h i e n でご案内しています。対象都内在住在勤で 子育て支援員として就業する意欲のある方。問い合わせ。東京都福祉保健財団。電話3344-8533 33。次。司法書士と不動産鑑定士による無料相談会。当日直接会場へおいでください。10月5日水曜午前10時から午後6時。新宿駅西口広場イベントコーナー。問い合わせ。 東京都不動産鑑定士協会事務局。電話54721120。次、相続不動産無料相談会。10月7日金曜午後1時から5時。ビズ新宿、西新宿6-8-2。対象、区内在住の方。区内に土地や建物をお持ちの方。10組。一人もか。相談員。 不動産鑑定士、宅地建物取引士、弁護士、司法書士、税理士ほか、公園新宿区、申し込み9月28日水曜から10月6日木曜に電話で問い合わせ先へ、先着順、問い合わせ日本地主家主協会事務局、電話33206281、土曜日曜を除く、 午前9時から午後4時30分。次。市民と NPO の交流サロン、オンライン、イベント。ウェブ会議ツール、ズームを利用したイベントです。通信費等は申込者負担。10月13日木曜、午後6時45分から8時45分。内容。広い視野を持った医療人の育成を目指して活動している。イフムサ・ジャパン。 国際医学生連盟日本の紹介申し込み10月13日木曜午後5時45分まで新宿 NPO 共同推進センターホームページ https コロンスラッシュスラッシュ snpo.net から申し込めます問い合わせ新宿 NPO ネットワーク協議会事務局電話 5206-6527次、全国民族芸能大会、イベント、各地で伝承されている貴重な民族芸能を鑑賞できます。11月26日土曜、昼公演午後1時から5時、夜公演午後6時から8時、内容、静岡千元神社初開催の地語部学、静岡市、チャッキラコ、 三浦市、岩村町、獅子芝居、江奈市、石鳩岡神楽土沢神楽花巻市、公園新宿区、申し込み、十一月二十一日、筆着までに、往復はがきに、記入例の通り記入し、問い合わせ先へ、テケとホームページ、https コロン、スラッシュスラッシュ、teket、 .jp スラッシュ数字で1458スラッシュ5588からも申し込めます。会場問い合わせ。日本青年館公益事業部。郵便番号160-0013霞ヶ丘町4-1電話6452-9012十六令和四年第三回区議会定例会 提出議案。問い合わせ。総務課総務係。本庁舎3階。電話52733505。区長が提出した議案は、予算案6件、決算認定4件、条例案20件、その他3件です。提出議案を追加する場合があります。提出議案の内容は、新宿区ホームページで閲覧できます。二次元コードがあります。 以上、令和4年第3回区議会定例会提出議案でした。続いて、新宿区長選挙投票日は11月13日日曜午前7時から午後8時。詳しくは11月5日発行の広報新宿新宿区長選挙特集号でご案内します。問い合わせ、区選挙管理委員会事務局 第一文庁舎3階。電話5273-3740。17。区民の広場。問い合わせ。区政情報課広報係。本庁舎3階。電話5273-4064。ファクス5272-5500。催し講座3件。まず、第32回慶応医師会。 市民公開講座。10月12日水曜午後6時から7時35分。慶應義塾大学医学部北里高堂、品野町。で。関節リウマチと抗原病。費用無料。申し込み。当日直接会場へ。先着200名。問い合わせ。慶應医師会事務局。電話3359-6010。 次、マンション大規模修繕セミナー。10月29日土曜午後1時から5時。安代ホール新宿3で。マンションにお住まいの方対象。費用無料。申し込み。10月28日金曜までに電話で先着50名。問い合わせ。午前9時から午後5時にマンション大規模修繕協議会松井。電話。 0120-068-430次、生き生き講演会11月18日金曜午後6時15分から7時45分午後5時45分会場損害保険ジャパン本社ビル西新宿1でマスダ・明美氏の講演都内在住の方ほか費用無料申し込み 10月21日金曜までに電話で抽選150名問い合わせ月曜から金曜午前9時から午後5時に東京都交際会宮野電話35511101以上区民の広場でした続いて9月の新宿区の人口1日現在増減は前月比。 住民基本台帳人口345,697人161人減世帯数222,424世帯61世帯減日本人と外国人の内訳日本人307,036人200人減外国人38,661人 三十九人、像。男女の内訳。男、日本人、十五万三千三百三十三人、四十八人減。外国人、二万百七十七人、八十人、像。女、日本人、十五万三千七百三人、百五十二人減。外国人、一万八千四百八十四人。 41人現以上で「声の広報」令和4年2022年9月25日発行第2404号を終わります。担当は武藤かおり佐藤真由美でした。